考える前に始めようぜ。マネジメントリーディングカンパニー、クリーン工房。はい、漢方納得相談の時間です、はい、このコーナーでは漢方薬について優しく詳しく教えていただきます。スタジオには一心堂薬局の荻秀幸さんです。今日もよろしくお願いします。さて荻さん、はい、今日はどのような漢方を教えていただけますか。はい、今日はですね、高齢者の方におすすめのですね、漢方をお話しさせていただきたいと思います。高齢者、はい、なるほどなるほど。私もいずれはですからね。といってもどんな疾患が多いんですか。はい、ちょっとですねこちらをご覧いただきたいんですけども、はい、まあ、高齢者と言いますとですね、うん、まず高血圧、はいはいはい、あと前立腺肥大、うん、腰痛膝痛ですよね、うんうん、狭心症、あと糖尿病、白内障、痛風、難聴、耳鳴り、あと心筋梗塞、脳梗塞と、こういうふうな疾患でお悩みの方が多いんですね。いやいや、これはね、はい、年重ねると誰しもですよ、何らかの不調は抱えてくるんですよ。はい、たくさんありましたよね。はい、いっぱいありましたけど、特に多いものとかってあるんですか。はい、この時期ですね、はいはい、高齢者の方というふうになりますと、うんうん、1位から6位まで、まあ、今ご覧いただいてますけど、うん、一番多いのはですね、この時期になりますとやはりヒノキ系の前立腺肥大、あの前立腺炎、こういうふうな疾患が多いんですね。なるほど。で2位に関しましてはですね、難聴、耳鳴り、うん、はい、で3位には高血圧、うん、で4位には糖尿病、うん、で5位には腰痛膝痛、うん、あと6位にもですね、泌尿器系疾患の、まあ、頻尿であったり尿失禁であったりという順位になってるんですね。腰痛もやっぱり入ってるのか、はい、そうですね、はい、で今日はですね、はい、この中で多いですね、うん、腰痛についてまずはお話しさせていただきたいんですね。はい、お願いします。腰痛、はい、腰痛ってね、これね、あの若い方でもね抱えてる方いらっしゃるじゃないですか。います。あ、まあでもこれって加齢に伴ってこう痛みを訴える方が増えるんですよね。はい、そうですね、まあ、そういうふうなケースもありますね。はいはいはい、でこの腰痛なんですけども、うん、まあ、どうして起こってくるかといいますと、例えばあの腰椎の圧迫骨折であったり、うんうん、あと、椎間板ヘルニアであったり、うん、で他のその疾患が原因でですね、まあ、腰痛になる方が多いんですよね。なるほど、はい、私も運動やってた時はそれで痛くなったりとかもあったんですけど、はい、それとは関係なく普通に生活してて痛い方とかっていますよね。はい、そうですね、その痛みの違いってのはやっぱあるんですよね。そうですね、ちょっとこれもですねご覧いただきたいんですけども、うん、やはり腰痛の症状何点かご紹介させていただきますけども、はい、まず腰が重い、うん、で痛みがある、うん、まあ、こういうふうな訴え、あと朝起きた時ですね、起床時や疲れた時に腰が痛い、うん、あ、これ俺やな、はい、そうですか、心当たりが、はい、であと腰からですねふくらはぎにかけて痛い、しびれる、はい、などなど、まあ、こういうふうな疾患でですね訴える方が多いんですね。はい、どれにしても生活が辛いですよね。はい、それでは早速、まずは腰痛で悩んでいる方の症例と改善例をご紹介いただきます。はい、こちらの方はですね、まずあの腰からですね太もも、うん、でかかとにかけて、まあ、痛んだり、うん、でまたしびれてしまったりするという方の症例なんですね。うんうんうん、なるほどなるほど。はい、でこの方はですね、冷えると痛みが強くなるんです。しびれは常にありますよと。はい、で特にですね左側のその膝から下、これがですね、しびれが強いんですね。なるほど。はい、で長時間歩くと腰が痛くなると、うんうん、で手足の先が冷えやすいという、うん、はい、であと体質的にはですね、糖尿病で、まあ、治療中であったり、うん、あとコレステロール値も少し高いんですと、うんうんうん、で病院の方からはあの腰痛のですね、まあ、鎮痛剤の、うんうん、まあ、飲み薬、うん、あと座薬、うん、であと胃腸薬、うん、あと糖尿病の内服薬、これをいただいてますという方の症例なんですね。おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらのですね、鼠径滑血湯というお薬を服用していただいたんですね。鼠径滑血湯、はい、でこれはあの血液だとか水分のこう通り道のですね流れを良くして、血液循環や水分代謝を良くして痛みを止めていくというお薬なんですね。どういった改善をされたんでしょうか。はい、でまず服用しまして1ヶ月経った時点でのコメントがですね、うん、痛みはあの特に変化はなかったんですね。ほうほうほう。でも足の冷えが少し改善してきたと、うん、で血流が良くなってきた感じもすると、うんうんうん、で2ヶ月経った時点ではですね、1ヶ月目と特に変化はなかったんですね。うん、はい、でも
血糖値がですね少し下がったんです。はい、で4ヶ月経過した時点では腰の痛みが軽くなってですね、腰が軽くなったと、はい、でかかとにかけてのしびれ感これも取れてきましたと、はい、で7ヶ月経過した時点ではですね腰から下のそのしびれ感がほとんど感じられず、あの腰の痛みもないと、で血糖値の方もですね正常値になりましたというふうなことだったんですね。はい、で9ヶ月経った時点ではですねあの手足のその冷えこれも改善してですね、一番辛かったこの腰痛しびれ感もですねほぼ完治しましたという方の症例なんですね。いやいやいや素晴らしいですね、はい、ですね、はい、ゆっくりと改善に向かって腰痛の事例でした。はい、はい、そして今日はですねもう一つ、はい、高齢者に多い疾患の中でも狭心症についてもお話しいただきます。はい、はい、狭心症、狭心症多いよね。狭心症の原因って何なんですか。はいはい、まずあのこの心臓のですね筋肉にこう供給される、まあ、酸素の、まあ、量がですね不足するために、あの胸部に一時的なこの痛みだとか圧迫感が起きる、これが、まあ、狭心症というあの病気なんですね。なるほど、はい、ちょっとしますよね。これどんな症状が出てくるんでしょうか。はい、ちょっとこちらご覧いただきたいんですが、まず狭心症の症状としましては胸の痛みですよね。はい、で胸部圧迫感、まあ、胸の圧迫感ですね。じゃ あと息切れ、はい、あと左腕のですねしびれ感、まあ、こういうようなものも左腕のしびれ、はい、ほうほうほう、やっぱりちょうど振動が左ですから、はい、そうなんですね。はい、こういうふうな症状が出てくると。なるほど、はい、はい、それでは狭心症で悩んでいる方の症例と改善例をご紹介いただきます。はい、こちらの方はですね約4年前からこの狭心症でお悩みの方の症例なんですね。でこの方の具体的な症状としましてはですね、はい、まず急に胸が締め付けられるような痛みが起きると、で最近はですね回数は減ってきているんですけども、月に 2,3 回の発作がありますと。で狭心症の方に使われるニトロをですね、まあ、使用するとすぐにこう、落ち着くんですけども、まあ、いつ起きるか不安でしょうがないと。不安でしょうね。はい、で血圧もですね比較的高い方で、上が155、下が92の血圧ですと。で不眠とイライラ感があって不安感もありますと。で肩こりがひどいんですと。で体質的にはですねコレステロール値が高くてですね、10年前ぐらいに自律神経失調症で、まあ、通院した経験もあると。で飲まれているお薬としましては病院の方から狭心症のお薬とあと、高圧剤、まあ、血圧のお薬をいただいてますという方なんですね。おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらのですね当帰湯というお薬をですね、服用していただいたんです。こちらはでこちらはですね胸や背中のこの痛み、はい、であと、腹部、まあ、膨満感のある方のですね、腹痛ないし、胸の痛みに使われる、お薬なんですね。どういった改善をされたんでしょう。はい、服用しまして1ヶ月経った時点ではですね、まあ、狭心症の方の、お薬であります、ニトロをですね1回しか使わなかったと、でまた胸のですね違和感も楽になってきた。ほう、はい、で2ヶ月経った時点ではですね胸の違和感は何度かあったんですが、発作はなかったって言うんですね。はい、で4ヶ月経過した時点ではですね発作もなく胸の違和感もこの1ヶ月間なかったと。で血圧の方もですね上が140の下が85で、まあ、安定してますと。で6ヶ月経過した時点ではですね、発作もなく体全体の調子はいいんですという方の症例なんですね。なるほど、はい、いやでもね直接心臓ですから不安だったでしょうね。回復に向かれて本当良かったですね。ありがとうございます。そして今回ご紹介しました漢方薬は体質や症状に合わせたもので一例となります。お気をつけください。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。一心堂薬局は漢方専門の相談薬局として一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状や体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮地下1階の食品館内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。
川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店の向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、そして立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局の手前となっています。そしてこのコーナーの最後には一心堂のおすすめ商品を紹介していただいております。はい、今日何でしょう。はい、今日はですねこちらの賢者をご紹介させていただきたいと思うんですね。はいはいはい。でこちらの賢者はですね、まあ、認知症であるとか脳梗塞の方におすすめの、うん、まあ、あの機能性食品で、うん、まあ、何が入っているかといいますと山伏だけ、あと、まあ、霊視、胃腸用、うん、この3つが入ってましてですね、まあ、静岡大学の川口先生の理論を持って作ったものですね。ぜひお悩みの方はぜひご相談の上、お試しになっていただければということで今日はご紹介させていただきました。なるほど、はい、ありがとうございました。参考にされてください。はい、今日もこの時間は一心堂薬局の荻秀幸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。